ではこれからこのロボットスーツをこの脳からの信号で動かす体験をしてみたいと思います。さあ行きます。お、上がりました。で、下げると下がる。で、これ早くやっても早く上がって下がる。で、ゆっくり上がってまたゆっくり上がってくるんですね。